女装ドラッグアイドルロビンソーのソワソワラジオン。この放送はエンジン沖縄 WEA の提供でお送りいたします。はい、さあ、ぐすよー。中華がなびら。あと途中から入ってきたね、この野郎。途中から入ってきたね。いやいや、そんなことはない。あ、そう。わかりました。はい。今日は、いつ ?1 月の10、じゃない、24日。間違えるね、いつもね。ありがとうございます。日曜日。期待してます、いつも。ありがとうございます。はい、第43回。はい。予想、ドラガエルダビンソーの、そわそわラジオの時間となりました。この番組は LGBTQ のあれこれお話ししちゃう、きっとすっごく楽しい情報番組です。そして、日曜ゴールデンタイムを彩るのは、エラブリン担当、インスタ映えの、ドビンソワと、今日セクシーね、魅惑のテクニシャン、宮城フェスティバルと、今日のゲストさん、キューティーボイスで私のあれをあげちゃうぞのオリビアピオーヌです。はい、メソです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ来ました。ようこそ来ました。来たかったです。はい、じゃあ行きましょう。そわそわラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見何でも OK。 メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。SNS ではソワソワラジオやロビンソワで検索すると Twitter、Facebook、Instagram、YouTube などいろいろヒットしますよ。そしてツイキャスや YouTube ではライブ配信を、 YouTube のソワソワチャンネルでは見逃し配信をアップしているので、ぜひご覧くださいね。ご覧ください。よろしくお願いします。そして記念すべき、はい、1月の20日に、はい、私たち虹ちゅらのインスタのアカウントをやっと立ち上げました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ。ロビンソワ、ジュリアン、オーミン、オリビアは、はい、前からね、ちょアカウントやってはいたんだけども、うんうん、ちょっと気持ちを新たに、うん、2021年、はい、再出発していこうぞっていうことでね。こうぞ。行こうぞ。こうぞ。やってやろうぞ。やろうぞ。やろうぞ。と、はい、いうことで、まとまってみました。まとまったんですか、今のは。そう、まとまってみましたよ。はい、このインスタの虹ちゅらのアカウントは、みんなでね管理してるので、はい、はい、メッセージ、誰かがメッセージを送るとみんなが見てますので、はい、はい、みんなと一斉に交流できるっていうメリットと、うん、みんなが一斉にあなたのメッセージを見るという恥ずかしさ、はい、両方味わえますので、はい、ぜひフォローをお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあですね、今日は、はい、メイクについて、はい、お話をね、うん、していこうかなと思っちょるよ、うんうん、思っちょるよ、はい、思ってるんですね。思ってるんですね。はい、はい、ちょっとねテンション上げていこうかなと思いますね。はい、上げていきましょうね。宮城くん、はい、宮藤くんは、はい、2段階上げて。2段階あ、ね、今1上げてる。今、あ、じゃもう1段階。もう1段階。さっきのオリビアからね、私は、ちょっとテンション低い時あるから、1段階上げてって言われたの。収録の時とかさ、なんかちょっと低くなりがちじゃない、ね、なりがち。なんか、見逃し配信とか YouTube 見てると、うんうんうん、自分自身でも思うし、うん、ロビンもちょっとなんか、そう。いつもよりちょっと低い、そう。テンションが。だからね、生だと、うん、なんだろう、上がる。やっぱ私、生が好きなのよ。違う。生。違う。うん。あ、そう？話がそれた。爆笑。皆さんもね、生好きでしょ？好きじゃない。今日あれないの、鳥さんは。うん？プップーの鳥さんないの？あ、プップー。プップー鳴らして。パフパフ。パフパフ。プップー。ね。てれー。てれー。はい。じゃあリーダーが暴走した時にどうぞ。はい、俺がね、はい、抑えるということで、ね。はい。そして今オリビア経由っていうね。どういうこと？目の前にいるの。どういうこと？目の前にいるのにこう渡せばいいのに。なんちゃこりゃ。なんちゃこりゃ。はい、わちゃわちゃしてますけど、はい、メイクについてちょっとねお話ししていけたらと思っています。はい、どうですかオリビアちゃん、うん、はい、本格的にメイク始めてどれぐらい、半年はまだ
いやもう半年は経ってますね。6月からだから。あ、そうね、そうね。はいはい。経ってね。どうメイク。いや最初の頃よりは全然自分では良くなってるとは思ってますけど。うんうんうん、ね、いろいろメイク道具も揃えて。はいはい。まだまだ勉強中なんですけどね。うんうん、はい、まあね、みんなそれぞれね、私もそうだけど、うん、ロビンはどれぐらいなんですか、メイクを始めて。メイク始めて、うん、でも本格的にやり始めたのはでももう6年ぐらいかな。長いね。ねえ、もうベテランさん。ベテラン、うん、いやもうそんだけ経ってやっとこんだけっていうのはでもあるよ。ああ、まだまだって自分の中で思ってる部分も、うん、あるんだけど、でも、うん、なんかこうこれでね、今のこの状態でも結構やってきてるから、うん、ちょっとまあ自分自身ちょっと板についてるなっていうのもね、結構今あったりはする。仕上がってる感あるけど、うん、ある、あります、ある、本当、うん、もう最初の頃なんてね、もう汚かったもんちょっとギャルっぽかったっすよ ね、 そうそうね、最初の頃ね、最初の多分ね、あなたたちが知ってる最初の、さらに、うん、さらに最初の頃は、うん、あのね、自分でも思うほどクソ自分見たことあります、そういう写真。いや、ないんじゃない かな、まだ。だってさ、今ほら、あの私のまぶた、うん、まあ、ダブルラインではないけど、うん、この何これ、何、コンシーラー、うんうんうん、アイシャドウ塗って、うん、でコンシーラーで一回このくっきり境界線を作って、うん、まあ、白のパールをアイシャドウ乗せてるんだけど、うん、はいはい、このさ、まあ、ダブルラインに近いんだけど、昔はダブルラインなんてアイライナーで描いてたもん漫画みたいな顔だったよ何これって思うぐらい、くっきりさせすぎちゃってるってこと。そう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 、なるほどなるほど。なんかもう今そうだよね、アイライナーって描いたら濃ゆいっすよね。そうそう、ね、濃ゆいっすめっちゃ濃いっすよ。本当に今振り返って、うん、昔の写真とかね、うん、見たりしたら、うん、もうなんかもう偽物自分の顔が偽物のように偽物、ええ、もう漫画みたいな顔逆に見てみたいかも以前ツイッターだったかなに、上げてます。昔のやつと今のやつみたいなのを6枚ぐらいなんか上げてませんでした。うん、あ、上げてたかも。結構前だったかもしれないんですけど、うん、自分はそれを見て全然、なんだろう、普通に可愛い。可愛い。いけるなと思った。うん、そう、いけるな。またそれはちょっと違う。違う。11月に載せてたやつ。これ、うん、そう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 。これ浜崎あゆみっぽい。ぽいでしょ。ちょっとっぽい。ちょっとあゆにちょっと近づこうと思って。うんうんうん。そう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 。目の前を。これはこれでって感じ。ね、これはこれでいいと思います。うんうん、いやーこれね、ぼやけてるからだよ。そうなの。ちょっと。うん、なるほどね。うん、そういうぼかしを入れるって。うん。たまに大事あ、そういう加工がね、うん、加工っていうよりも加工ではないんでしょこれ。たまたまその当時のカメラの性能がクソだっただけそうなんですね。そうそうそう、たまたまね、まあ、クソだっただけに救われたっていうそう、あとこれはライカムで、お昔昔、うん、だいぶ違うよね。違うでしょ、本当に違う、うん、この時に実はね、まーちゃんが撮ってくれたの。へー、うんうんうん、そう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 、なんかほらこれもうアイライナーでほらもう描いてるでしょ。本当だ。クソでしょ。いやもういや。くっきり。くっきり。じゃあぜひこれね、後でツイッターに上げといてください。多分。あとこれだから、あ、これ今ツイッターのやつ、ツイッターに上げてるやつ。11月に上げてる。あ、でも11月でしょ。多分今聞いてる方が見たいと思ってるかもしれない。うん、あ、そういうことね。うん。じゃあちょっと自分のやつをまた引用リツイートして、うん、そうですね、やってみる。はい。はい。ぜひぜひ。いやこれ、まあ、これはね、最近の。最近ね、ね、うん、やっぱ仕上がってますよ。うん、だいぶ違う。うん、なんか、うん、自分でもこう今の方がしっくりくるっていうか、うん、加工映え。
技術の進歩 ね, ね, そうですね、本当にね。カメラの、カメラのカメラと自身もそうだけど、編集アプリの性能とね、編集アプリと、ロビンさんのメイク技術の賜物、賜物ですね、ですね、はい、たまたま物ありがとうございます、はい、あざっしそんなね、はい、黒歴史をちょっと語ってみたんですけど、はい、どうですか、あのコスメ結構前よりだいぶ揃えてきた？揃えてますね。ドラッグクイーンさんに教えてもらって、あの三吉のね、あのメイク道具とかも買って揃えたりしてます。自分はでもまだまだメイク道具についてはよくわかんないんですよね、うんうん、種類がいっぱいなんかありますよね。そうそう、種類ね、どれが使いやすいとかね、うんうんうん、ロビンさんよく話してるけど、うんうんうん、自分はまだわかんないです。じゃあ番組後半は、うん、そんなちょっと使いやすいやつとか、ぜひ使いにくいやつとか、まあ、個人的にね、うん、そうね、そこをちょっとお話ししてみたいと思います、うんうんうん、はい、さあ40分経った、はい、あなたにあげますこの時間、どうぞ、はい、行きましょう、はい、その前にロビンにちょっとモノマネを知ってもらおうかと思うんですけど、はい、目白のモノマネしてください。え、目白、あ目白、待ってよこれ難しいよ。そうなの、ちっちゃ、聞こえる、ちっちゃ、音ちっちゃくない、やめても絶対その鳥の方が絶対強いからはい、というわけでね、はい、ちょっと聞いてみたかったんで、いきなり振ってみました、ね、ありがとうございます。あ、いい感じ、はい、なんで遠藤さんの顔様子を、あ、大丈夫だ大丈夫だったみたいです。はい、目白です、はい、はい、目白のモノマネでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこのコーナーいきましょうこの曲聴いてレッツフェスティバル、イエーイ今日は、はい、キャンディーズの春一番を、はい、流そうかなと思います、はい、今日仕事中にずっと口ずさんでました、自分が、はい、屋根の上で、トタン屋根の上で、はいはい、もうすぐ春ですねっつって、はいはいはい、歌ってたのでそのまま流そうと思います、はいはい、じゃあキャンディーズで春一番です、どうぞ、どうぞ。ロビンソワのソワソワラジオ、はい、はい、というわけでキャンディーズの春一番でした。春一番って嵐なのよ。あ、そうなの。うん、あの気象的にはね。あ、そうなんですね。そうそうそう、なるほど、豆知識でした、はい、ね、うん、そうなのよ、風が強い、ね、風が強い日か、そう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 、うん、なるほど、はい、ちょっと風強くなかったね今日はね。そうね、すいません、今日は強くなかったね、すいません、はい、無理やり持っていこうとしましたけどちょっと無理がありました、すいません、はい、そんなあの風が強い日でもはい私たちのメイクは負けないっていうことで ね、あのさっきあの、うん、オリビアちゃんから出た三吉っていうキーワードなんですけど、うん、三吉っていうのは何でしょうか。舞台用のメイク道具を作っている会社、うんうん、作ってる、製造、販売、え、販売、え、製造、販売、メーカー、メーカーの名前が三吉です。うーん、はい、なるほど。これは、ネット、それとも店舗、店舗で自分は買ってます。なるほど、那覇のオーパ、あのバスターミナルの中にあるオーパの中にあの化粧道具売ってる店があるので、そこの一部にコーナーがあってそこで買ってます。そうなんだ、じゃあわざわざ向こうまで行って、はい、自分が知ってるとこがそこしかないんですよ。あんまり、あ、全然普通のお店には売ってなくて、うん、え、具体的にじゃあそこでは何買ってる、はい、何買ってる？あのアバウトね、いろいろほらあの、はい、ファンデーションとかアイライナーとかいろいろあるじゃん、はい、あ、そこでは三吉のものだけ買ってて、普通のアイライナーとかあちこちの店で買ってます。三吉の何を買ってるの？三吉のファンデーション、ファンデと、あと何だろう、ペン、ペン、色ペンみたいなやつがあるんですよ。ペンテルは違うでしょ。違う色鉛筆みたいで眉毛とかを描く、はいはい、アイブロウ、そうそうそう、そういうのもあって、うん、それも買ってます。三吉の結構色出る、発色がいい、いや発色あれじゃない、舞台メイクだから、うん、こうくっきり、舞台ってほら遠くのお客さんも見えるように、 あ、そうそう、くっきり系ですね、くっきり系、くっきり系、あ、今度一緒に行ってみましょうよ。行きますか、うんうん、はい、気になる、
あの、オーパジでも私まだ行ったことないし。あ、そうなんですか？うん、行く用事がないから。まあね。まあ、そう、そうね。言われてみたらね。うん、ちょっと今、あの、三吉っていうね、あの、キーワードで、はい。ちょっと行ってみたいなっていう。ぜひぜひ、じゃあ、今度一緒に行きましょう。うん、で、あの、国際通りのスタバでね、カフェしながら。カフェしながら、うんうん、おしゃれに。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 こう、なんか、いろいろね、まあ、コスメ使ってきたと思うんですけど、はい、なんか使いやすいなとか、これちょっと使いにくいなとか、個人的に何かある？そんなにいろんな種類使ってない、一つしか使ってないです。あ、そうなんだ。ね、ロフィンさんはいろいろ使ってるからね。そうね、まあ大体でもまあ決まってはいるんだけれども、うん、まあ、ね、今ちょっと感じてるのが、うん、ケイトの、うんうん、あのアイライナー、リキッドアイライナーを使ってるんですけど、うん、あのね、ちょ、個人的にはちょっと使いにくいかなっていうのは、うん、なんかね、乾きが遅い。あ、塗った後に乾くまで時間がかかる。そう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 、うん、あのケイトの、あのファンデーションはケイトのファンデーション使ってるんだけど、うん、それはあの10秒か15秒経つとパウダーに変わるのよ、うん、リキッドがね。それはすごい重宝してる。うんうんうん、アイライナーはちょっと使いにくくって、うん、普通にあの似たやつが前、あのヒロインメイクっていうメーカーの嵐に負けないっていうパッケージに書かれてたの、うん、あ、見たことある。アイライナーがあった。あれは強かった。うん、良かった。まあ、ちょっとあの毛先、あのペンタイプではなくって、うん、あのこうキャップっていうの、キャップの方に筆がついてるの、うん、あ、はいはい、マニキュアみたいな感じの、うんうん、そうそうそう、で、うん、一回一回こうあのつけて書いてつけて書いてっていう、まあ、ちょっと若干手間はあるんだけど、うんうんうん、あの、まあ、そういうタイプはやっぱ筆先があまりの極細ではないから、ちょっとちょっと細かいところがやりづらい。そう、角とかさ、なるほど、ね、角を作るときとかはちょっと、うん、他のペンタイプのアイラインに変えて、うんうん、細かいところを変えてってる、そんな感じ。うん、じゃあ部分で使い分けてるんですね。そう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 。うん、で、あとさ、あの女装をちょっとやってみたいなって方におすすめなのが、うん、あの沖縄三吉っていう、まあ舞台、うん、あの化粧品メーカーあるっていうけど、うん、あのほかま美容店っていう沖縄の、うん、あの専門の舞踊のお店があるのね。ほかま美容店。舞踊。あ、舞踊店、うん。そう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 。あのいくつかあって、私はあの新都心に1店舗あるんだけど、うんうん、そこであのドランを買ってるの、はいはい、それであのごめんなさいね、汚い話でひげを隠してるのよ。青いところ隠して、はい、で上からファンデ塗ってっていう感じで。それは新都心にしかないんですか？他にも、はい、確か店舗あった気がする。私はたまたまちょっと新都心が都合がいい場所で、うん、そこで買ってるんだけど、うんうんそんな感じかな。あ、今度調べてみてみます。調べてみて、うん、そうそうそう、はい、あのドーランって言ったらほらなんか白っていうイメージあるじゃん。あ、そうでもない。そうでもないですよ。あ、そうでもない。じゃなんかほら歌舞伎とかさ、はい、歌舞伎俳優とかがなんか使うみたいな、なんか真っ白なイメージ。そうなんだ。え、普通にありますよ、普通の色も。うん。ありますよ。あるよ。 あるよ。あります。そう、あるよ。あ、イメージ的にね。そう、一般的になんかドーランって言ったらこの真っ白なイメージが強いかなって思うんだけど、ね、うん、結構ね、あの肌色もちょっと黄色系、黄色っぽい系からこうピンクっぽい系、ああ、いろいろ種類がある、ね、そう、あるある、うん、お店の人にちょっとお願いしたら、頼んだら、うん、なんていうの、試し塗り、うんうんうん、とかさせてくれるから、うん、だからそこでそうそう、自分に合ったあの肌の色の、そう、ね、合わないとね、変になっちゃいますもんね。うん、そうそうそう。でね、なんかこうドーランってやっぱこうめちゃくちゃこのカバーするから、うん、肌に悪いっていうイメージもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱ最近のはやっぱ改良に改良を重ねて、うん、あの肌にも悪くないドーランが、うん、あ、そんなに影響が出ないように改良されてるんですね。そう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 。いいですね。あの、徐々に女装の時代になってきているんですよ、うん、皆さん、ね、すごいね、はい、さっきの三吉っていうメーカーでしたっけ、はいはい、
今公式のサイト見てるんですけど、はい、車市とかにもありますよ。あ、なるほど。はい、津波さん言っていいのかな。もう言っちゃったけど、津波さん、はい、津波三味線店、うるま市平川に三味線店に売ってるんですか。舞台衣装とか置いてるみたいで、うん、このお店自体に。あ、なるほどね、うんうん、で、まあ、いろいろ置いてる中に、三吉の、化粧品コーナーもあるみたいです。なのでそっちの方が近いんじゃないですか。そうですね、品揃えがね、さっき言ってたオリビアのお店と比べてどうなのかはちょっとわからないんですけど、一応物は置いてるみたいなんで、まあ、他にも沖縄の店舗いろいろ、那覇とかにもあるみたいなので、はい、ちょっと調べてみてもいいんじゃないでしょうか。わかりました、はい、ありがとうございます。いえいえいえ。じゃあまたこれを機にね、どんどん女装が増えていくのことを願ってます。はい、はい、ツイキャスから12月の23、ありがとうございます。お茶10杯。やったー。なんと、みたらし20。おぉ。待って、みたらし団子じゃないや。団子3兄弟。団子3兄弟。20個ってことこれ。この。こんなにいただけるの？ ありがとうございます。とってもとっても嬉しいんですけど、私、糖質たくさん摂取してデブレと。はい、いいわ。デブっちゃる。お茶で流し込めた、それを。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、そんなこんなで、うん、もう最後、来ましたけれども。はい。はい、じゃあ、もう一度、私たちからお知らせを。はい。インスタグラムね。はい。虹色チラーズのアカウントを立ち上げました。あ、イェーイ。虹色チラーズ、まあ、ロビンソン、ジュリアン、うん、オーミン、オリビア。はい、何でも検索ヒット仕上がります。仕上がります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、次回は1月の20じゃない31日、はい、なんですけども、はい、保健体育についてなんか話していこうかなと、ちょっと怪しい番組にしたいなと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこの番組はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供と、お相手はラビンサーとオリビアピオーネと宮城フェスティバルでお送りしました。また来週、バイバーイ。